皆さんこんにちは。今回の動画はフレーズの練習シリーズっていう感じでやらさせていただきます。もう初めにズバッと言っちゃいますとですね、バンプオブチキンさんのリボンっていう曲を使っての一部分を使わさせていただいて、一緒に練習してければしてければいいなと思いますので、ぜひお付き合いください。はい、ですね、ちょっと弾いてみます。アルペジオの、イントロとかで使われるアルペジオのところなんですけれども、こんなところ。3、はい。っていう、ここ。結構耳に残る印象的なフレーズで、アルペジオのフレーズだと思うんですけれども、ここを、ぜひご興味あれば一緒に練習していただければ幸いです。はい、じゃあ早速いきましょう。まずは毎度おなじみ半音下げのチューニングっていうので練習しましょうっていう半音下げのチューニングでいきます。はい、でまずじゃあ一個ずつやっていきましょうか。まずですね、このフレーズは4弦、3弦、2弦の3本の弦しか使わないです。まず最初のポジション。まず5弦の、じゃない。間違えました。すいません。4弦の5フレット。で、3弦の開放弦。で、2弦の3フレット。っていうこの音ですね。で、ここをですね、もうこれ最初に覚えておいてください。今から言うピックの弦の弾く順番をずっと使ってきます。ので、いきますよ。4弦、3弦、4弦、2弦。4弦、3弦、4弦、2弦。4、3、4、2、4、3、4、2。っていうピッキングをします。4-3-4-2、4-3-4-2。それをできればなんですけれども、ダウン、アップ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 。で、言っていただきたいです。いきますよ。っていう感じ。4弦、3弦、4弦、2弦、4弦、3弦、4弦、2弦。っていう感じです。で、じゃあ次のポジションいきます。次のポジションはですね、これが、この一括りが終わったら、ここのですね、4弦の低音のところを、フッ。4弦をですね、5フレットだったところを、ヒッと変えてですね、4フレット。なので、4弦の4フレットと、3弦の開放弦。と2弦の3フレットを今のさっきのこのピッキングと全く一緒。4弦3弦4弦2弦4弦3弦4弦2弦っていう形で弾きますっていう感じ。これもダウンアップ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 でやれたら非常に二重丸って感じです。なので続けてやるとですね、ゆっくりいきます。さっきの5フレット、4弦の5フレットのところからいくと。おっと。っていう感じになります。ピッキングずっと一緒ですよね。ダウンアップ。4弦、3弦、4弦、2弦。4弦、3弦、4弦、2弦っていう感じの一括りです。で、次。ポジションで言えばもう3分の2終わったら次もう最後です。ここが終わったら、次がですね、ちょっと移動距離が多い。でも、この形のまま、ほっと、いきます。4弦の2フレットで3弦の開放弦で2弦の1フレットっていうこのポジション。なので、最後の、このポジションから、2個上に、そのまま、
ほっと動くだけで、これも4弦3弦4弦2弦4弦3弦4弦2弦っていう感じっていう形です。そんなに難しくないですよねっていう感じです。で、もうポジションとあの弾く弦ももう分かったと思うんで、これをですね、1小節分、ここは1小節で、次も1小節で、次が2小節分なので、ここのここはあの長いです、ちょっと長めっていう感じです。はい。で、ですね、この塊を、2回行うわけなんですけれども、最初、ちょっとやりますって言った時にもやった通り、で、もう一回。っていう感じで、もう一回、でも塊やって、塊4小節やって、また4小節やるっていう形になるんですけども、最後の、その4小節と4小節のつなぎ目のところ、つなぎ目のところの、この、なので最初やって次の、ここに入る時のこの音、ここ終わりました。2小節行きました。で、次の、ここに移る時にですね、ここをですね、スライドを使ってここの音に到達してあげるっていうところが、ちょっとこの曲のイントロのポイントかなと思います。なのでですね、やってみると、ゆっくりやると、ここが終わりますよ。終わりますよ。っていう風に、こう、ブーンって、スライドで入っていきます。わかりましたかね？っていう形になります。これの、まあ、やり方というか、まあ、弾き方なんですけども、じゃあここ終わるぞーってなった時に、ここの音を出したら、ここの、だいたい今4弦の3フレットあたりから、ギューンと言ってあげましょう。ここに来てパーンって弾くんじゃなくて、ここに来てちょっと、スライド。この音をね、しっかり。っていうのを出してあげると、ちょっとあの、やっぱり普通にね、って弾くよりかは、こう、ちょっと雰囲気が出るかなっていう感じで、やってあげると、ぽくなるかなというふうに思います。なので、ここだけですね、本当に気をつけるところ。で、ここにこうやっていったときに、薬指でこう、ふわっていくのがちょっと難しいかもしれないので、ほっとこう。で、スライドで3から5、3から5みたいな感じでいくのがちょっと難しいかもしれないので、ま、自分のできるテンポでやっていただければ、最初は。いくぞ !3 から5!みたいな感じでやっていただければいいかなと思います。ここだけ気をつけてやっていただければさらっといけると思いますので、もう一回スライド使って、っていう感じに、こう、完成形になっていただければすごく幸いですので、まあ気をつけるところとしては、ダウン、アップ、ダウン、アップを4弦、3弦、4弦、2弦をずっとやっていくっていうのと、最後のスライドで入ってあげて雰囲気を出すっていうところをしっかりやっていただければ、多分、丸だと思いますので、ぜひ、練習してみてください。はい。はい。今回の動画もありがとうございました。またフレーズとかで出す練習できるところがあればやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録とかグッドボタンとか、ぜひそちらもよろしくお願いします。またぜひ次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、またね。